き抜き悪く言えばね、サボリンナとか奥多摩まで行ってみようかなと思って、で明日からなんか天気が悪くてね、雪だ雨だ言ってるんで、今日比較的天気良くて、まあそこまで寒くないんで今ね、あの譲ってあげた助手席の少年がめっちゃ手振ってましたまだね、やっぱキャブがね、もう本調子出てなくて、バンバン言う、バンバンボンボンね、言うんだよな。なんかフォード VS フェラーリだ、栄光のルマンだ見た後にね、こういう車乗るとなんか危ないね危ない、気をつけよう。この工場、これ僕借りてた工場、何年前だ、7年8年前かな。まあね、でかくてね、建物だけで55坪ぐらいあって、敷地100坪以上あったかな多分。すげえ寒くてね、さっきの工場はもう東京のくせに下からつららが生えるんですよ。ポタポタ垂れる水の雫がね、下で凍って、こう鍾乳洞みたいに上に向かってつららが生えるっていう、東京じゃないぐらい寒かったっすね。あと工場の裏でホタルが出たことあります。あそこに3年一人でいたからな今思うと。僕のビートルはチューニングビートルなんですけど、ヒーターはもう無理やりつけてもらって、ヒーターめっちゃ効くんですよ。最高、冬は最高、夏最悪ですけど。効いてる。駐車場です。まあ平日なんでね、すっからかん。ただここね、天気がいい土日とかはやっぱ旧車とかオートバイのね、ツーリングなんかでごった返す駐車で、このね、売店がやってね潰れたのかな。ここおでんとかね売ってたんすよ前。なんかもうなんだこれは、看板もないし閉めちゃったのかな。でこっちのね、山はよく、野生動物が姿を現すんですけど、今日はいないな。猿とかね出ます。うちのビートルちゃんはすこぶる好調ですね。全然だ、人見ない。
意外とあったかいし、まあ日があるうちはダウンとか別にねいらないかな。でこんなとこでねやるのもなんなんですけど、暖気しますっていう質問をいただいたんですよ。でまあお客さんでもね結構言う人いるんですけど、暖気しないです。まあいろいろ理由があるんですけど、空冷エンジンって水冷に比べるとね、かかっちゃったら走っちゃった方がいいんですよ。っていうのもエンジンルームの熱であったかい空気をキャブが吸ってくれれば、それでこうだん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 エンジンのなんていうんですか、温度も上がりやすくなるし、ただ走り始めとかかけ始めはね、オイルが硬いんで、かかった瞬間に例えばボーンってよくやるじゃないですか、こうブンブンってかかってすぐとか、走り始めていきなり高回転ぶん回すとかやると、オイルが硬いんでオイル吹いちゃったりもするんでね、あんま良くないんですけど、ちょいちょいねヒール&トゥーしながらアクセル煽ったりとかして、回転数ある程度維持しながらゆっくり走って、走りながらウォーミングアップさせた方が空冷エンジンはいいですね、まあ暖気してもいいんですけど、ビートルって医者が乗る車って言われてたんですよ。暖気がいらないから、休館があって行かなきゃいけない時に暖気なんかしてらんないじゃないですか。そういう時にも、走りかかったらすぐ走り出せる車って言って、医者が乗る車って言われてた時期もあるぐらいで、まあそれはチューニングしてあっても大差ないかなと思うんですよ。で実際僕の車も2リッターになってますけど、まあ普通にかかっちゃえばとりあえず乗り出しちゃった方がエンジンの温まりも早いし安定も早いんで、暖気別にしてもいいけどしなくてもいいですっていう感じですね。ツインキャブ車の方が暖気なくてもいいと思います。シングルキャブの場合ここにキャブがあって、エンジンのシリンダーまでこうね長いインテークがついてるじゃないですか。で、あの長いインテークのせいで冬場はアイシング現象っつってね、キャブにあったかい空気が入んなくって、この負圧のせいでインテークで空気が逆に冷やされちゃって、霜が降りちゃうみたいなね、インテークに。それで冷たい空気ばっかりずっと吸うことになって止まっちゃうとかあるんですけど、インテークがねツインキャブは短いんで、そんなアイシング現象も起きにくいし、でちょっとね走り出してまあぬるい空気吸い出すと、もうその循環でエンジンは比較的早く温まるんで、そんな感じでね、まあそんなに意識しなくても走ります。暖気なくても全然走り出して5、6分もすればだんだんもうねエンジンついてくるようになるんで、そんな感じです。では、やべえ、オイル吹いてんな、これ。うわぁ。マジか。いや、これはもうダメっすわ。コースからね、オイル吹いてて、この辺。エンジンかけるともうビャービャーなんで。いやぁ、ジャフですな。あぁ、びっくりした。煙出んなもん。とりあえず無事に帰りたいと思います。この缶コーヒーね、ビートル止まった向かいの家のおじいちゃんが心配してくれました。すげえいい人。どっから来たろうなんて言われてね、オーメスっつったら、同じ市内じゃないとかっつって、いやありがとうおじいちゃん。いや無事に帰ってきました。漏れてます。どうもね、エキゾーストの間をねオイルパイプが通ってるんですよ、ホースが。で一応ヒート対策でバンテージ巻いてるんですけど、やっぱなんか熱害で中でなんか劣化してんのかな、多分上げてねちょっと見てみないと分かんないですけど、よかったとりあえず。なわけでまた今度ね修理編が、アップされると思うんで、またよかった。では。